通行中の皆様、沿道の皆様、お騒がせいたしております。こちらは草の根国民運動組織頑張れ日本全国行動委員会総合全国地方議員の会のデモ行進です。私たちは本日、中国で毎日続いている残酷なチベット人虐殺と暴力的政治弾圧に抗議して立ち上がりました。皆さん、日本国民はチベット人と連帯して戦うぞ。皆さんご存知でしょうか。中国共産党を恐れる日本のマスメディアがこの事実をほとんど報道しないことを。中国共産党と利害関係を持つ政治家や財界がこの非人道的虐殺を何一つ抗議できないことを皆さんご存知でしょうか。これまでチベット人が120万人以上に中国共産党ファシストによって虐殺されたことを